皆さんおはようございます、つねちゃんです。今日は関東に、移ってきまして、初めてのやってみようということで、自宅から職場の大正大学まで歩くということにチャレンジしてます。距離でいうと約4キロ時間でいうと約55分の道のりだそうです。昨日、通勤用の定期券を買ったばっかりだったんですが、それを使わずに早速歩いてるという状況です。で、まあスポーツ庁も政策の一環でファンウォークプロジェクトというものを行ってます。まあ一駅通勤まで歩くと、一駅区間を歩くと、まあ私もこういう都会の中でいかに日常生活の中にアクティビティを取り入れて心身の健康、つまり体の健康と心の健康というものを維持していくかというようなことにもですね、チャレンジしていきながら、 あまり辛くないスポーツというとちょっと語弊がありますけれども、ゆるいアクティビティのですね、研究にもチャレンジしていきたいと思います。関東からの第1回目でした。それではまた。